はい、じゃあ頼まれた4番いきます。これはちょっと生徒の字なんですけども、2次関数 fx イコール x 2乗足す ax プラス b があり、 y イコール fx のグラフは2点1137を通ると。ただし ab は定数とすると。1番 ab の値を求めようと。2番マイナス1小なりイコール x 小なりイコール2における fx の最大値最小値とその時の x の値をそれぞれ求めようと。3t を正の定数として、マイナス t 小なりイコール x 小なりイコール 2t における fx の最大値をラージ m、最小値をスモール m とすると。ラージ m たすスモール m イコール2分の21となるような t の値を求める。これ3番がちょっとめんどくさいですね。じゃあ30秒後にやります。はい、じゃあいきましょう。1番、まず y イコール fx が1137を通るので、x に1、y に1入れると、こうですね。1たす a たす b イコール1。で、x に3、y に7入れると、つまり f3 だから、9たす 3a たす b イコール7ね。で、これとこれで、1から2を引いてください。そしたら、a がマイナス1、b が1が出てきます。いいね。じゃあ、それが括弧1の回答。じゃあ今の回答から、y イコール fx イコール x2 乗引く x 足す1、つまり平方完成すると x 引く2分の1の2乗足す4分の3になります。ということはグラフとしてはこうですね。2分の1が、軸にしてマイナス1から2だから、ちょうどこれのこの時の y の値とこれの時の y の値一緒になります。3でね、だってこれ差が2分の1、違う2分の3、2分の3か、だからちょうど真ん中ですね。ということは fx は x がマイナス1、2の時に最大値3を取り、 x イコール2分の1の時に最小値4分の3を取ると。ここね、最小値で最大値が3ね。いいかな、これは回答です。ちょっと待って、電話がちょっと待って、3番、3番ね、これね、要はね、マイナス t と 2t がこの軸の2分の1の左側に来る場合を場合分け1ね。で、場合分け2としては、軸の2分の1はこのマイナス t と 2t の間に入るんだけども、このマイナス t と 2t のど真ん中の2分の t が、つまりこれとこれ足して割る2をしたら2分の t だから、2分の t が2分の1より左側に来る場合と、右側に来る場合で場合分け、以上3通りでね。で、あと、マイナス t と 2t が2分の1より右側に来るってことはありえないので、なんでかって t が正って言ってるから、t が正だったらマイナス t は負なので、だからマイナス t はこの辺ないとおかしいから、マイナス t はこれに来ることはないと。いいね。だから、この3通りでいきます。はい、できます。まず、マイナス t と 2t がこの軸の2分の1を左側に来ている場合、そしたらラージ m は、見えるかな、ラージ m はこの f マイナス t ですね。で、スモール m は f の 2t ですね。ですね。はい。じゃあ、それで、それぞれこうなると。じゃあ、ラージ m たすスモール m が2分の21なんだから、これたすこれが21。で、この方程式を解いていくと、解の公式で t イコール10分の1プラスマイナスルート171。これは、この条件を満たしてないと。この条件ね。を満たしてないと。だから不適と。1番ね。場合分け1番。で、今度場合分け2番がややこしくて、この軸の2分の1がマイナス t と 2t の間に入ってるんだけども、かつ、この2分の t、つまりマイナス t と 2t のど真ん中の2分の t が2分の1より左側。だから大体こういう感じね。こっちの方が値が大きいよってやつ。この2分の t がちょうど2分の1に来たら、これとこれの値が y の値は一緒なんですけども、だから、これかつこれね。すなわち、4分の1小なりイコール t 小なりイコール1になります。そしたら、グラフからして、これが最大値、これが最小値ですね。ということは、ラージ m が f マイナス t、スモール m が f2 分の1。で、それぞれこうなるので、じゃあ、足して2分の1なんだから、じゃあ足してみます。ラージ M、スモール M、2分の1ね。
ただ t がマイナス2分の7と2分の5になります。これも条件満たしてないから不定期、条件っていうのはこれね、これを満たしてないと、これはね、だから不定期と。はい、じゃあ3番目、今度マイナス t と 2t の間に当然 2分の t が入るんだけども、で、ごめんなさい、2分の1か、2分の1が入るんだけども、2分の t が2分の1より右側に来てる場合と、これね、さっきこれイコールつけたけど、イコールはね、どっちつけてもいいです。場合の2番にイコールつけてますが、こうね、あとちなみにこれにイコールつけずにこっちにイコールつけてもいいですよ。すなわちじゃあ1小なり t の時ね、つまりこんな感じ、マイナス t、2分の1、2分の t、2t、この並びと。そしたら最大値、ここ、最小値、ここですね。じゃあ、ラージ m は f2t、スモール m は f2 分の1。じゃあ、それぞれこの値だから、ラージ m たすスモール m が2分の21なんだから、ラージ m、スモール m、2分の21ね。で、これ計算してみると、t が4分の7になる。条件っていうのはこれね。この条件からして、t が4分の7、2つ出るんだけど、4分の7が合っていると。じゃあ以上、1、2、3より1番、1不適、2が不適、3がこれね。ということは、1、2、3より、適する t は4分の7と。これは回答です。よいしょか。ちょっと難しかったかな。ちょっともう一回3番ね。はい、じゃあ以上です。